学校裏サイトとは、ある特定の学校の話題を扱う、非公式のコミュニティサイトである。学校非公式サイトとも言う。ほとんどが部外者が入れないようパスワードを設定されていたり、携帯電話からのアクセスしかできなかったり、学校名で検索してもヒットしないようになっており、そのため検索などで探し出すのは容易ではない。2008年3月に文部科学省が発表した、 青少年が利用する学校非公式サイトに関する調査報告書では38,260サイトが確認されたとしている。ただし、この報告書においては、2チャンネル、ミルクカフェ、ヤフー掲示板などのいわゆる巨大掲示板の中のスレッドも一つとして数えている。これらを除外すると4,733サイトとなる。巨大掲示板は部外者にも開放されており、 パソコンでの検索、アクセスも可能であるため、この段落の冒頭の記述が当てはまるわけではない。情報社会論を専門とする、下田博士、群馬大学大学院社会情報学部教授は、こうした、匿名掲示板を2004年頃から追跡を、始めている。裏サイトがいつ頃広まったかは不明だが、2002年頃には、すでに存在していたとされる。 ニュース23の取材スタッフが下田の研究室を訪れた際、裏サイトの調査資料を偶然目にしたことがきっかけだが、この時点ではさほど注目されなかったが、同年12月に FM 群馬が裏サイトをメインに据えた内容の番組を放送。年明けから各メディアで特集が組まれるようになるなど、社会問題として注目され始める。二千七年九月に、 神戸市須磨区の滝川高校いじめ自殺事件で、裏サイトに被害者の男子生徒に対して、誹謗中傷や脅迫まがいの文章を書き込んでいたことが、センセーショナルに取り上げられ、以後いじめ関連の報道の中で頻繁に取り上げられるようになり、2007年から2008年に放送された、テレビドラマ、三年 B 組、金八先生の第8シリーズで題材の一つとして選ばれたことから、 一般への知名度が上がった。共同通信の報道によると、この事件の際には書き込んだ内容が名誉毀損的な内容ではなく、侮辱的書き込みであったために、書き込んだもののみが処罰され、管理人側には法助罪が適用されることはなく権利、不十分で不起訴処分となっている。これは、法定刑が交流、または過料のみの罪については、刑法64条により調査。 王女が犯罪とならないところ、侮辱罪の法定刑は交流、または過料のみだからである。一方、民事では2008年5月に管理人の責任を認めて55万円の損害賠償の支払いを命じる判決が出されている。ブラウザ機能付き携帯電話を子供が持つことが一般的ではない日本以外の国では、こうした匿名掲示板の問題は顕在化していないとされる。 こうした匿名掲示板には実名を挙げての誹謗中傷やわいせつ画像が大量に書き込まれているとされる。このうち誹謗中傷については神戸での事件でも問題になったように在校生などが標的になるほか東京都児童相談センター児童心理士山脇幸子の教室の悪魔見えないいじめを解決するためにでは在校生の保護者に関するデマが サイト内で流されて最終的に被害者が転校を余儀なくされるという事例も紹介されている。またイニシャルや伏せ字などでの誹謗、中傷が行われることもあるため特定の個人ではなく該当のイニシャルを持つ全員が被害に遭う可能性もある。2008年に横浜市が行った調査では 市内にある145の中学校のうち68の中学校で学校裏サイトへの削除依頼を行ったことがあるとされるが、この際、削除依頼を担当した教職員も誹謗中傷の標的となるケースが少なくないという。2007年12月13日、PC 版の学校裏サイトの一覧表を掲載したサイトが閉鎖したため、一覧サイトへのアクセスが一時的に不可となっていた。 その後、2008年5月29日にサイブリッジが学校裏サイトの検索ができる学校裏サイトチェッカーのサービス提供を開始。裏サイトを発見した人が登録申請するナレッジ共有型のデータや、社内外の有志で組織されたチェッカーズと呼ばれるボランティアスタッフと協力しながら、2008年内には3万件の学校裏サイト掲載を目指すとしている。 ありがとうございます。